はい、皆さんこんばんは。今日も酒魚チャンネルの時間がやってまいりました。前回のね動画、前回前々回の動画を見ていただいた方ありがとうございます。じゃあ早速ね、今回もお酒を飲んでいきたいんですけども、今回のお酒はこちら、前回飲んだのが何だったっけな、純米の吟醸かな、純米吟醸の中だれを以前多分紹介したと思うんですけど、今回は特別純米酒っていうお酒です。で、精米部合が 50% で、日本酒度が 3.9 っていうちょっと辛口めのお酒ですかね。はい。で、多分ちょっとね、あったかい方がいいと思うんですけど、ぬる缶、熱缶ぐらいがいいと思うんですけど、ちょっとめんどくさいので今日はもうそのまま常温で置いてたので、そのまま飲んでいきたいと思います。はい、では早速おつまみを作っていきたいと思います。どうぞ。
はい、ということでおつまみも作られたので早速お酒を飲んでいきたいと思います。今日の魚はカワハギですね。カワハギの、冬はね肝が美味しいので肝を使ってカワハギの細切りにして、それを肝と醤油とポン酢で和えてます。で、まあ、彩り的にネギも一緒に和えてます。魚にこっちの酒を飲んでいきたいと思います。違うグラスで飲みたいんですけど、色が分かりやすいガラスのグラスがいい感じではなくて、これぐらいしか。はい、ちょっと黄色がかったような色のお酒ですね。匂いもそんなに強くはない。一口目、なるほど、悪くはない。悪く、うん、美味しいですね。普通に美味しいです。ちょっと後から鼻に抜けるような感じの、結構ね、多分サラッとしてる。でちょっと辛口なんだけれども、そんななんか後にガーッと残るような感じではないっていう感じ。そう、味の濃いものがありそうですね。はい、魚、そして魚、ちょっとわさび、美味しいです。ちょっとね、臭みが残っちゃったかもしれないですけど、食べれる、美味しい。結構ねっとりした感じの。いや、うまい。カワハギは本当冬は肝が美味しいんですけど、なかなかスーパーとかだと本当もう頭も落とされたまま売ってることが多いんで、肝は手に入りにくいんですよね。本当に身もね、ブリンブリンでねっとりとした肝と絡んでめちゃくちゃうまいです。こういうことしてほしいみたいなね、要望とかがあればぜひコメント欄とかにどんどん書いてやってください。ぬるかんぐらいが飲みやすそう。美味しそう、美味しく飲めそう。高いさみのお酒を結構飲むことが多いので、それこそまたなんか飲み比べとかはできたらいいかなと思ったりもしています。ということで、そんなこんなで喋ることもなくなってきたので、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。